はい、それでは大根の間引きをしていきましょう。大根と株植えたところ、ちょっと種からだとやっぱり難しいですね。ここはちょっと何もできてませんけども、ここはもうかなり順調に育ってます。でもよく見るとこれほら2つ並んでできてるんですね。だから1本間引いてやらないといけないということで、1本に残しましょう。1本抜いちゃいましょう。よし、この大きい方抜いちゃいましょう。この、まあ、間引きとはいえもうほぼ収穫ですね。こうやって、根元を持って揺すりながら上へ引っ張ると抜けます。横を傷つけないようにそっと抜いてあげましょう。かわいらしい大根ができております。ではこっちも行きましょうか。大根の葉っぱはね、漬物とかにすると美味しいんですよね。かわいらしい大根です。間引きです。間引き大根でございます。この20日大根もまだ間引けなくて大丈夫ですかね。何本か残しておきましょう。そしてこの株もこれ2本並んで生えてるので1本抜いちゃいましょう。育ちがね、良くなくなるんでちっちゃい株でございます。間引き菜でございます。なんかこれはこれですごく味がある美味しそうな野菜でございます。間引き菜でございます。